今度は中心から外側に向かって、今回の絵に使う絵の具をこのように出しました。ホイルは端に置いてあります。筆は太めのものを使います。このぐらいのものです。では絵を描いていきます。朝顔を描く前に、この下の方にあるこのピンクのお花描いてしまいます。3回焼いて完成にいたします。同時進行で絵の1回目と同時に縁の色も叩いていって、絵の2回目と同時に縁の金もやっていきます。金盛りを少しつけようかと思うんですが、そうすると調整回数は全部で4回になるかと思います。ゆっくり乾くオイルを使っています。ピンクの色もその花びらの場所によって、濃いのから薄いのまで、薄い色から濃いの、いろいろちょっと紫がかったピンク、ところどころ場所によってつける色を変えています。色を変える時には筆も変えます。中央のあたりは少しグレーを入れておきます。
の部分は白いまま残しますので、境目のところを少しぼかします。次はこの紫色の部分で、この部分に葉を足しておきます。この中心に向かって縁の形を取った部分から、中心に向かってこう、こういう方向で縫っていきます。縁の形を取ります。で、この中心に向かって縁から腕を中心に向かう方向で色をつけていきます。今度は中心から外側に向かって黄色とベージュを混ぜたような色を今使っています。黄色とこの色とこの色で、
これは少しグレーです。このグレーを根元の方に入れています。ここが中心の部分です。中心が分かるようにちょっとこう色を入れておきます。そして綿棒を使います。この辺を少し明るくしたい部分、ここを少し絵の具を取っていきます。剥がしていきます。このくらい取ります。で、取ったところから前後に乾いた筆で少し今抜いた部分をぼかします。次はこの中央の大きなお花になります。綺麗なピンクの色を入れていきます。